はいどうも、はじめまして、ズオーです。今回、自己紹介動画という形で最初の1本目の動画を、この動画にしたいと思います。特に何かってわけじゃないんですけど、チャンネル登録者数が500人を突破いたしました。皆さん本当にありがとうございます。はい、ズオーです。やばいです。今999人で、チャンネル登録者数が1000いくかいかないかっていうところでちょっと動画を回しています。あ、やばい、カメラの充電がない。まあこの動画出すかわかんないけど、記録としてね、1000人になる瞬間をちょっとビデオに収めたいなと思ってはいて。さあ、ドキドキ。おお、なった、1000人。おなったー、ありがとうございます。誰だろう、1000人目の人、1000人目の人誰？まだだね。まだだよ。あ、なったー！やったー！やったー！なったー！来たー！来たー！みんなありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんありがとうございます。やった、来た、すごいすごい、来るんだね、この日が、この日が来た。どうもこんにちは、ズオです。ヒーです。はい、今回はですね、多分サムネイルにも入っているかなと思うんですけども、チャンネル登録者数が1万人を達成しました。よー、 ありがとうございます。よよありがとうございます。長かった、すごく長かったなと感じます。3年かな、まるまる3年かかってやっと1万人、まあ、途中ちょっと動画出せてなかった時もあったんですけど、皆様の応援のおかげで無事にね、目標だった1万人を達成することができました。まあ、これからもね、変わらず、まあのんびりと動画を出して、まあ、2万人3万人となっていければなと思っておりますので、これからも応援をよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、1万人達成したので久しぶりの質問返しの動画を撮っていきたいと思います。それではスタート。はい、事前にですね、インスタグラムの方で質問を募集させていただいておりまして、そこにね、たくさん質問をいただきました。本当にありがとうございます。今ヒーさんにですね、一通り質問を見てもらってるんですけど、それをですね、ヒーさんに質問を言ってもらって僕が回答をするっていう形を取りたいと思います。なので、まあ、どんな質問が来るか僕わかんないので、即座に考えて答えたいと思いますので、よろしくお願いいたします。で、いただいた質問に全部ちょっと答えられないかなとは思うんですけど、また機会があったら残りの質問も答えていきたいと思います。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、じゃあ質問、はい、質問一つ目、一つ目、ランドとシーで一番好きな場所は？ランドとシーで一番好きな場所、はい、ランドとシーで一番好きな場所か。3、2、時間制限あるだろ。1、ブブー、次クイズじゃん。C は前にもラジオ配信の時に言ったんですけど、ミステリアスアイランドからハーバー行く時に抜けたところの、橋のところ、ハーバーが全体がバーって見えるところが好きです。ざっくりざっくりと言うと、はい、ランドは城前のベンチが一番好きです。次、2つ目は、はい、2つ目、パークで景色を撮るのにおすすめのレンズを1本教えていただきたいです。景色を撮るのにおすすめのレンズ、はい、おすすめのレンズはですね、僕ちょっとソニーしか持ってないんでソニーになっちゃうんですけど、はい、こちらの単焦点レンズ 20mmF1.8 っていうレンズをおすすめします。これね、結構広角に撮れて、やっぱ景色っていうのはね、広角で撮った方がめちゃめちゃ綺麗に迫力ある絵が撮れると思うので、もう1本だけっていうならこの単焦点レンズをおすすめいたします。次、はい、大好きです。ありがとうございます。僕も好きです。おおさんまさんいるんだけどはい、じゃあ子どもの頃の夢は何でしたか？子どもの頃の夢は結構いっぱいあって、歯医者さんになりたかったりとか、公務員になりたかったりとか、スポーツマッサージ師になりたかったりしました。謎夢は YouTuber じゃなかった？夢は YouTuber じゃ、その時に YouTuber なかった。おお、そっか次じゃあ結構多かったから、これ
二人の馴れ初め教えてください。二人の馴れ初め意外と普通ですよ。意外と普通に職場内恋愛、まあ、前にも生配信で言ったから、うんうん、あのまあ、まだ付き合う前に、まあ、お互い映画を見たいねみたいな感じになって映画を見に行って、映画館から出たら、その時はあの天気は別に雨予報じゃなかったんだけど雨が降ってまして、で僕がたまたまカバンの中に折りたたみ傘入れてたんで、2人で折りたたみ傘に入って、まあそれが縁で親しくなりました。以上です。だよ、カットだ、カットで。では次、はい、一番苦労した企画動画はありますか？一番苦労した企画動画か、これはね、あの僕のチャンネルで企画系の動画はほぼないので、まあ企画、苦労した企画はないけど、苦労した動画はないかな。編集が長くて大変だったとか。結婚式。編集が大変だったのは結婚式。そうだよね、あれだっていろんなカメラの動画全部混ぜ合わせて作ったじゃん。そう、あとはやっぱモザイクをかけつつ、うん、でもモザイク全部にしちゃうと雰囲気が分かんないから、雰囲気を伝えるためにどのシーンを使うかとか、うん、そうだね、そうそう、そういうの著作権も結構厳しいから、音楽も使うところも制限されてるしね。だから結構5、6回アップロードして、あ、そうだ、消して、そうだ、著作権に引っかからない、し直してっていうのを繰り返したのは結婚式かな。やってた、大変だよね。あ、でも撮影編集はね全部大変だと思います。はい、じゃあ自分の好きなところ。僕の好きなところは、そうです、僕の自分の好きなところ、そう、人に恵まれるところ。あー、うん、ラッキーボーイ。そう、ラッキーボーイっていうか、ラッキーボーイってわけではないけど、なんかこう人、本当に人に恵まれる、うんうんうん、なっていうのは、なんか自分の好きなところっていうよりも、なんかそういう風に周りの人に見てもらえてるっていうのが、まあ、自分の好きだなって思えるところ、うんうんうん、なんでそう思えてる、なんでそう思ってくれてるかは知らない、まあ、わかんないんだけど、なんかそういう風に見てくれるっていうのがかな。はい、いいじゃん。いや、私はご飯をいっぱい美味しそうに食べるところがいいと思うよ。あー、なるほどね。じゃあ次、はい、YouTube を続けるコツはありますか？ YouTube を続けるコツは、まあ、応援してくれてる人との関係性をしっかりと作ることかな。だから何でもかんでも動画上げればいいとは僕は思ってなくて、ある程度みんながやっぱ見たいものとか意見だったりとかもちゃんと聞いて動画に反映したりとかして、お互いにこういい関係を保てるように工夫する。そのためにはなんか言っていいこととかいけないことっていうのもしっかりわきまえて撮影しなきゃいけないし、一本一本に気持ちを込めて動画を作ったりとかっていうのは僕は気にかけてるところなので、再生回数伸ばしたいための動画をやっちゃうと後々きつくなってくるかなって僕は思います。はい、とのことです。はい、じゃあ次9個目。はい、はい、初めてディズニーへ行ったのはいつですか？いつ頃ですか？これは2017年の6月かな。初めてか、それはひーさんとの初めてですね。じゃあ、ゾウさんが初めて行ったのはいつ？僕が初めてディズニー行ったのはもう覚えてないけど、多分ちっちゃい頃に親にディズニーランドに連れてってもらったんじゃないかな。いつぐらいかわかんないわ。僕の記憶の中にある一番最初は中学の時の卒業遠足でした。なるほど。二人で行ったのは、ひーさんの誕生日なので17年の6月かな。2017年、うん、え、じゃあ5年一緒にいるもんね。5年一緒にいるよ。じゃあ YouTube 始めて3年ちょっと。そうでした。じゃあ最後、はい、10個目、最後、まるまるマミーになったら、何万人とかになったら YouTube を本業にしようとかはありますか？僕の中では目標は3万人以上になったら、まあ本業とまでいかなくてもちょっとこう YouTube の方に重きを置いてもいいのかなっていうふうには思ってはいるんだけど、正直今ちょっと半々ぐらいにはなってきてるので、皆さん動画を見てください。よろしくお願いします。はい、生活がかかってきてます。はい、ということで、本当にね、1万人になるまでは頑張ろう。まあそれ言うともう頑張んないのかみたいな感じなんだけど、可能性あるよ。1万人まではこう YouTube のことをいろいろと、なんだろう、気にしてね、頑張ろうっていう風に決めていたので、こう一つなんか1万人を達成して肩の荷が下りたというか、
もっとこう YouTube をね楽しく自由に楽しめていけるんじゃないかなというふうに思っております。本当に皆様のおかげです。本当にありがとうございます。で、今後の目標なんですけども、まあ、せっかくね1万人いったので、これからも2万人、3万人、5万人とどん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 増えていったらすごく嬉しいなとは思いますが、やっぱりさっきのね、YouTube を続ける方法みたいなのを言ったけど、僕はやっぱりその再生回数を伸ばすための動画とかチャンネル登録者数を伸ばすための動画っていう風には撮らずに、みんなが楽しめる、そして僕もひーさんも楽しめるような動画をどんどん出していきたいなと思いますので、更新頻度もそんなに多くはないと思うし、ニュース的なね動画もないとは思うんですけど、末永く見ていただければなと思います。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。ひーさんが何か言いたいことありますか？本当にいつも皆さんどうもありがとうございます。これからもきっと何いろいろあるけれども、一緒にみんなと歩んでいけたらなと思っています。本当に出会えてよかったなって感謝してます。ありがとうございます。泣いてないよ何だろうな、言いたいことは山ほどあるので、また1万人記念のねライブ配信とかしていきますので、その時にたくさんお話ししましょう。で、ライブ配信に関してはチャンネル登録してくださっている方のみ、コミュニケーションが取れるような設定になってますので、ぜひねチャンネル登録していただけたら嬉しいです。あとは YouTube 以外の SNS だったりとか、ゲームチャンネル、あとはスタイフでのラジオ配信などもしていますので、ぜひそちらもチェックとフォローをよろしくお願いいたします。それではまた、1万人達成したゾウはこれからも頑張っていきたいと思いますので、皆さんも応援よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。1万人ダサあ、いいよ、いいよ、うん。